陣内さんの時短テクニックを見せていただきましょう。朝の準備はあっという間に済ませる時短テクニック、レッツ時短。3、2、1、ゴー。あ、目覚まし鳴った。ああ、朝か。よし、今日も一日頑張るかな。よいしょ、頑張ろう。ベーコンエッグをね、えこのベーコンエッグ、はい、油敷いた、油敷いて、たまにベーコンエッグ作ればよかった。そうだよな、まあ、そうだよな、魚で作るのやな。そして魚で作るとこに、あっちじゃない、うん、パンも一緒にね、あパンも一緒にやるじゃん。で、この間にコーヒー飲みたいですよ、皆さん。そんなゆとりないだろ、時間ないよ。あのインスタントじゃなくてドリップコーヒーをね、これがね、このまま湯を入れまして、お湯を、ね、そしてそのまま電子レンジで1分温めましょう。いや、それにしてもやっぱ脱ぐタイミング早すぎない？そして歯磨き粉少なかったら出にくいでしょ。その場合は吹いて入れて、ぐるぐますと一瞬出るんですよ、すぐね。あ、確かに時短だ。何やってんだろ、一番止めにくいんですよ。そうね、この時はこの安全ピン、安全ピンのこのお尻をこう刺しまして、そしてボタンに引っ掛けて、あっ、そしてネクタイ、ネクタイがこれで時間かかるんですよ。その場合ね、こうスッと、そしてスッと首に引っ掛けて、引っ掛けて、なんと、なんと、ハイネクタイ。あ、今の早いな。早いと思う。さあ、そろそろ3分。靴下を普通に開けると。あ、それは普通なのね。その時間でいいんだ。ね、そして、こうやって、こうやって、もうこれ、ほら。あ、ちょうどいい。ちょうどいい感じでね。はい、ベーコンと、あ、ほんとだ。パン、ね。で、コーヒー、そして、いやすごい、コーヒーもこれを捨てます。おね、捨てて、さあちょっと少ないかったですけども、これで朝食が、でもマーガリンがこれややこしいんですよね、これ一個一個こう持って、ね、これダイレクトにこういくんですよ。そんな余裕まであるんだ。さあ、4分45秒。最高。もう俺30分前に起きるわ。というわけで、陣内の朝起きてからすぐに出かける時短テクニックをおさらいしましょう。ごめん、あのズボンの履き方もう一回見せてくれ。この振動を利用して、この振動を利用して、このまま、どうですか、中尾さん、明日からあの履き方で履くっていうのは。
陣内の手を使わずにズボンを素早く履く時短テクニック。前の晩脱いだままにしておいたズボンに両足を入れ、左膝を外側に突っ張りながら右膝を落とし、膝にズボンを引っ掛けます。この動作を交互に繰り返しながらズボンをずり上げていくのです。こうすれば手を一切使わずズボンを素早く履くことができるのです。ジャケットもなんかこうなんか変、あれどうしてた、ジャケットもこのように、まあ、これ普通にかけるといいでしょ、かかってるわな。もう普通にこのままクロスして、うん、足元これクロスして、いやいやこっち向くの、こっち向くの、陣内の一瞬でジャケットを着る時短テクニック。まずはクロスした腕をジャケットに差し込みます。そして体を回転しながら腕を伸ばすだけでジャケットが自然と体にフィット。このテクニックを使えばジャケットを一瞬で着ることができるのです。レクタイ人はレクタイ人ネクタイは普通にこう2つ折りますね。で長い方をまずこう手にねかけるんです。1回回した。で次右手でこうちょっとひねってくるっと、でこの紐を首にかけてその真ん中を通すれば、こんなやり方知らなかったっすね。ネクタイね、あれももうネジネジやめるよ、ネジネジやめる。陣内のネクタイをあっという間に締める時短テクニック。まず左手にネクタイをかけ、太い部分を一周巻きつけます。さらに残りの部分で輪を作り、そのまま左手に持ちます。そしてネクタイの細い部分を首にかけ、先端を輪の中に通せばあとは締めるだけ。これでネクタイをあっという間に、しかもピシッとかっこよく締めることができるのです。はい、ネクタイ。ちょっとやっぱパジャマ脱ぐとこ最後にもう一回、寝て起きてあの脱ぐとこまでもう一回やってくれ。まずこんなスワッと起きられないんで、頑張るぞ。陣内の服を一瞬で脱ぐ時短テクニック。まずは服の下に着ているシャツを首元から出し足にかけます。そしてズボンを下ろすのと同時に上半身を起こしながら服も一緒に脱ぎます。このテクニックを使えばご覧のように服が一瞬で脱げてしまうのです。まあまあでも参考になる部分はあったんじゃないでしょうか。